サボテン男ドノバンの話だと、あの屋敷の地下20メートルのところに警戒厳重な設備室があって、スピードワゴンのじいさんは必ずそこにいる。さてどうやって潜り込むかだ。野菜類、缶詰、肉、ハム、卵、カゴの中身は食料品だな。よし、次はボディチェックだ。何を言いとる。笑顔でボディのチェックを受ける。笑顔でスカートをめくれ。通ってよし。次、私はテキーラ酒を持ってまいりましたの。通ってもよろしいかしら。手を挙げろ。ちょっとでも動いたら撃つぞ。え、どうして、いきなり何なの。怪しい動きだ。撃て。あ、撃つな。わかった、動かない。くそ、さすがドイツ軍だぜ。よくぞ俺の上層を見破ったな。マヌケ、一目でわかるわ。気持ち悪い。お前みたいにでかくて筋肉質の女がいるか。スカタン、客観的に自分を見れねえのか、バーカ。なに。カモン。ジャコス。ちくしょう、自信なくすぜ。今度は軍服だが、バレねえだろうな。